みなさんこんにちは、さくです。ランです。さくらんです。12月も半ばとなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はさくらんより重大発表があります。イエーイ。いつも双子 CA さくらんチャンネルを応援していただき誠にありがとうございます。クリスマス直前ということで、本日より7日間連続更新をしたいと思います。イエーイ。初の連続更新、はい、初の。緊張します。果たしてちゃんと毎日更新できるのか。はい、まあ、今日からクリスマスまでなんで、それまでの動画を見つつクリスマスの準備ですとかしていただけたらと思います。はい、この7日間の動画はですね、いろんなところで撮ろうと思ってるんですが、主にニューヨークのクリスマスについての動画を更新させていただければと思っております。はい、私たちニューヨークに暮らし始めて1年とちょっと行ったんですね、はい、なのでまあ2回目のクリスマスということで、去年夜はねだいぶあのニューヨークの街のことも知れてますし、少しずつ皆様に動画でお伝えできればと思います。はい、というわけで7日間ぜひご覧ください。はい、よろしくお願いします。本日1日目はモッパン動画になります。イエーイ。いつもさくらんが仕事前に飲んでるのはせーの、スターバックスというわけで、ワンクラッシュというわけで、本日はアメリカのスターバックスのクリスマス限定メニューをモッパンでご紹介していきたいと思います。イエーイ。たくさん雨の中買ってきました。はい、それでは少し前の私たちの様子をどうぞ。雨の日のタイムズスクエアです。雨の日でもやっぱり人めちゃくちゃ多いですね。私たち今どこにいるんでしょうか。スターバックスです。はい、こちらはですねタイムズスクエアにあるスターバックスにおります。ちょっと店舗の中がかなり人がいるので、うん、外にいるわけです。というのも今日はですね雨が降っておりましてザーザー、なのでねみんなコーヒー屋さんに避難しているのかなというふうな感じです。はい、では Here we go。 Here we go。 はい、今ですね、一旦スタバに入って出てきたんです。なぜかといえばショーケースに何にも入ってなくてですね、はい、はい、2軒目到着しました。このネオンがめっちゃブロードウェイって感じですよねでは入って何があるか見たいと思います。はい、あ、ハリーチーズでトーペパミントモーカー。え、やばい、季節限定の全部ない、泣きそう。店員さんめっちゃ優しい。店員さんめっちゃ優しい。ありました。店頭に出てなかったんですけど、一つ出してくれました。やった。やった。はい、というわけで出てきました。購入いたしました。がですね、いやドリンクが欲しかったクリスマス限定のやつがことごとく売り切れてしまってまして一応ねフードは全部買えたよな。うんうん、あ、1個買いなかったか。なのでですね3軒目のスタバに今から向かいます。はーい。わー、近いですね。ネオンが近い、めっちゃ明るいで、この先が3軒目のスターバックスになっております。というわけで買ってきました。まずはドリンクのご紹介です。はい、そちらがトーステッドホワイトモカです。2品目がこちらペッパーミントモカです。はい、はい、では飲んでいきますか。はい、ではいただきます。いける、ペッパーミント効いてますね。じゃあ私はトーステッドホワイトモカいきます。レシングルかな。あ、ちょっと氷は溶けとるなうん、美味しい。普通のホワイトモカとトーステッドホワイトモカの違い感じますか。感じません。感じません。はい、ね、何が違うんでしょうね。なんかちょっと香ばしいはずで、シロップだけを見ても、うん、普通のモカよりこっちの方が若干茶色い。あ、え、
も色は違うんや。うん、おじゃあ、まあ、ちゃうんやな。そう、一気に飲み比べたら分かるかも。あー確かに、ね、横をこう並べてね。うん、うん、では次ではフードメインディッシュでございます。メインディッシュ、もうクリスマス限定のスイーツ、スナックがめちゃくちゃ出てるんです。本日は5つ買ってきました。すごい量が多かった。ではまずはこの冬らしい商品、ね、すごい冬っぽいね。うわ、お砂糖が、あ、めっちゃキラキラしてる。こちらスノーマンクッキーでございます。え、ちょっと待って、画像とマフラーの色が違う。うわ、え、今日さ、このさ、下のお砂糖キラキラしててめっちゃ可愛い。あ、なんかそんな見えんかも。結晶みたいになってて、めっちゃキラキラしてます。可愛い。え、どう食べる。え、頭からじゃない。え、今日キラキラ。え、下から、下から、うん、キラキラ食べたい。キラキラ食べたい。では、いただきます。うん、うん、結構ソフトな感じ。うん、うん、しっとり系よ。砂糖がジャリジャリって、おいしい。では私は頭から。うーん、厚みがありますね。ね、思ったより柔らかい。柔らかい。これは硬いクッキーじゃない、ふわって感じ、うん、で風味も豊かで、うん、うん、おいしい。おいし、おいしいよね、うん、バターの匂いがすごいする。ね、大きいからこれ一つで結構食べ応えあります。うん、うん、なんかOLさんとかだったらこれ一つで、あ、わかる、トップコーヒーみたいな。そう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 。レインディアーケークポップというケーキポップって何やる？はケーキのスポンジをギュッと固めて棒に刺したものです。ほう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 、はい、これは冬限定の鹿、え、トナカイ、トナカイか。はい、トナカイの形をしたケーキポップです。では、はい、いいですか、いただきます。あ、結構柔らかい。うん、ほんとだ。中がめっちゃ重い、しっとりケーキ、しっとり凝縮って感じ、うん、カステラをギュッとしたような感じ。あー、ほんとギュッって感じやんな、うん、はい、次はこちらです。チョコレートピスタチオスワールです。はい、これはパンのメニューになります。はい、あ、まあなんかこんな感じですね。はい、あのシナモンロール的な。確かに。じゃあいただきます。ちょっと店頭で温めてくれたんですけど冷めちゃいましたね。あったかかったらもっとこうふわっとした感じ。うん、やっぱり冷めてたらこの結構固めですよね。うん、そう、中にチョコが入っていて上にピスタチオが乗ってる感じです。はい、おいしい。うん、これは食べ応えのあるパンやな。うん、あの季節限定メニューもう一個あったんですが、それがちょっとどの店舗でも売り切れだったので、うん、こちらの商品が最後となります。はい、じゃんじゃじゃん、クランベリーブリスバーでございます。厚みがある、なんだこれ、バーっていうか、はあ、パウンドケーキっぽい。お、なんなんでしょう、パイとパウンドケーキと、うん、今日すごい重いよね。めっちゃ重い。これそんなにアメリカサイズでいうと大きくないんですけど、うん、小さい、むしろ、うん、もう絶対カロリー高い、この大きさ、うん、それは高いわ。重さよ、え、何キロカロリー。お、290キロカロリー。意外とそこまででもない。このさ、なんかもうカロリー高いですみたいなトッピングしとんのに、ね、うん、このフロッシングっていうの、うん、アイシング、うん、さっきあのもう一個商品なかったって言ったじゃないですか、うん、で、あー残念って言ってたら店員さんがですね、あー本当に I'm sorry sorry って言って、もうお詫びにもう一個これつけちゃうよって言って。はい、もうすっごいいい店員さんで、そうで、二つ目あのサービスしてくださいました。というわけで、いただきます。一人1個いただきます。いただきます。うーん、甘っ、甘っ、アメリカっぽい味。これは甘いのと、このチョコやんな、うん、チョコのフロスティングと、チョコなのこれ、チョコ、あ、今日上のかホワイトチョコ分かった、今日クリームチーズや。ああ、だからか、なんか上のチョコレートっぽいやつとクリームチーズとこのクランベリーの爽やかなんと、そう、酸味とチョコがめっちゃいっぺんにくる。ドライはめちゃくちゃ甘いな。ね、甘い。もう甘さガツンってくる、うん、小さいけどこれだけで大満足の味です、うん、はい、それでは私たちも今から食べ進めたいと思います。はい、本日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。本日から7日間、どうぞ動画の更新楽しみにしててください。はい、それではまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら。